探索するっつったけど、そんなしないよ。こことか見るだけ。ないね。ないっすね。ボタンとかないね。よし行こう。さあもう行こう、もう行こう。あれ、あ、いいね、ここでいいんだよね。ここ行って、これさっき上行ったから今度下、下だと。こいつはいいわ、柔らけえのはいいわ。柔らけえやつは倒す。柔らかいのはみんな好きだからね。よし、おい、背後から襲ってきて先制をしないっていうね。混乱しているチャンス。まあチャンスとかね、隊長クラスはあんま表に出さない方がいいよね。本音は心に秘めるものっていつも言っているでしょ。本音は心に秘めるもの。よしよしよし。で、あの宝箱は何なんだっていうね、話ですよ。何のために冒険しているのか。まあ、あくまで今回はその2つの国の戦争を終わらせるみたいな話ですけど、でアムロがね隊長になって、でここですか。ここはひょっとしてアムロは氷の種を水に入れた、凍るわけでしょ。おーし、ナイス。まやかしの盾、これはまあまあ、もうゼータに行きますか。え、ちょっと待って、お前盾なんで装備してねんだよ。え、盾もしかして飛ばされた、誰かに。剣士の盾飛ばされたか。え、飛ばされて回収できなかったってこと？ハルって何これ。そんなことあった、あれ、あんま覚え、いや戦士の盾装備させたよな多分。やべ、マジで見えてない。どうだったか。まあいいや、ちょうど盾手に入ったから。オッケーオッケー。ここ先にも行けると。あ、じゃあ別に、あ、あの上にさ、そのさ、この動画の最初隠しっつったけど、あそこ、この先から行けるのかな。私はジオン3マダルの一人、バウだ。アルガスのナイト地上、ジオンの野望のためここで朽ち果てるがよい。おお、ちょっと馬に乗ってんのか、超かっこいいっすね。とりあえずホバーでホバっといて、まあムービーガンですわ。お、連続攻撃。まあ、正直連続攻撃だけだったらアーター、アーターめちゃめちゃきついっすよ。アーター、アーターになっちゃいますけど、ニューやられるなこれ。あー危ない、うっせーせいや。なるほど、
これダーホバーって重ね掛けできんのかな。ちょ待て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 、これやべえね。重ね掛けしてる場合ではない。いやここ一旦視線ですよこれ。あ全然視線じゃなかった。全然ですわ。ホバー重ね掛けできたらいいなって思って。あ効かなかったってなってるね。じゃあ1回だけですか。なるほど。あ間違えた間違えた、ま、分散じゃねえよ。まあまあまあいいまあいい。よし危ない危ない危ない。一旦回復しよう。完全に回復してから。 OK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 。 これだってなんだったらもうそうさっきの分散やりたいぐらいですから。ネット効かんな。ボスにはダメか。ボスにもダメか当然。はいはいはい。フクロウの杖。装備か。よし。復讐の剣。復讐の剣でいいのかな。そこがちょっとね、結構引っかかってます。まあいいんでしょうけど。あ、いけて、おっと。メイバの蹄鉄。なんだメイバの蹄鉄。アーガマの方。あれ使えるようになってんじゃんこれ。ブブーになってる。メイバーの方。ハロ。ハロ。これか。あれだな。あ？あ、これあれ。様子見ができるっつってたやつかな、もしかして。そういうことか。なるほどね。たればとりあえず修行行ってみる。もう一回修行行くか。199でしょ。だから100歩99歩まで行けると。あとさ、最初のところでなんか戦ったよね、アムロ一人で。あれもなんか修行の一環なのかな。それもなんか見ては見たいよな。まあだから100歩99歩まではいけると。10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。まあまあ行くしかないので、45か。あと10歩ぐらい、20歩いける。お、ここでしたか。お、お見事。命拾いをしたの。これでニューは技が使えるようになった。さあ行き出され。おお、ガンガン技を使うやるぞと。ガンガンついちゃっていいと。
HP は元に戻してくれない。技ってなんだろう。ステータスで技40になってる。必殺技フェーン爆風神、消費 HP25。 はあ、ないっすね。あ、ない。あ、そういうことか。こうやって覚えていくの。技40、あ、63とかあるね。フェーン爆風神見ようか。フェーン現象、出た。これが、あ、これ選べるってことは何個かあるってことかな。てれ、なるほどね。灼熱の炎ヒダルマ、これ毎ターンダメージ与えるとか。燃えている。あー、いいね。まあ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 、ボス戦とかではそこそこ使える感じになるのか。入ればですけど。で、ちょっと待って、でっていう話よ。え、わしは何をすればいいの。バウ倒したと。え、三獣、え、獣ってアーガマのことなのかな。え、どういうことこのドゥドゥーンは。これはここだ、もう終わったと。あ、アーガマたら、あのテキサスの前、あ、アーガマ、あそこに行けってことなのかな。あの最初のところ、一番最初のところね。そういうことなのか。カールという町があるし、とりあえず行ってみますか。ターンで上がないのが気になる。まあ、アルガス城で、え、どこでしたっけ。西だっけ。ちょ待って、うわ、出た。おい、これ関係ないんだね。バズで、あ、まあ攻撃っていいのか、そういうことか。なんかどっ、あ、橋、そう、橋が壊れてって言ってたから、ここか。あの親子に会いに行けばいいのかね。どうなんだと。懐かしいな、もうこいつらが。そうだよ、最初こんなゴールドしかなかったんだよね。ここで、ここよ。あ、いた。お、なんとそれはメイバーの蹄鉄ではありませんか。これでアーガマの怪我も治せます。怪我してた。ねえねえ父ちゃん、本当にアーガマは治るの。もちろんだとも。このメイバーの蹄鉄を使えば前よりもさらにメイバーになるぞ。やった。それでは早速アーガマにこの蹄鉄をつけてあげましょう。怪我してたのに蹄鉄をつける。キーン。アーガマの怪我は治りました。前より素晴らしい馬になりましたよ。そうだ、試しに北にある小島を飛び越えてごらんなさい。飛び越える、何か見つかるかもしれない。飛び越えるってどういうこと。本当にアーガマは
すごくなったんだよ。狭い川なんてひとっ飛びさ。狭い川？これ使えん。あ、てん、初めて。あ、敵出んのかい。敵出んのかい。なんだよ。あ、まあでも確かに3でも敵出てた気がするな。あ、ダメ。え、A を押して戻ると。お、1マスだったら超えられる。そういうことか。そうしたれば、これ、あ、そう、森は入れないですよね。結構なとこ行けるんじゃないの、これ。まあ、おそらくは、タブリンから新しいとこ行けるんでしょうけども、こことかもさ、まあでもあと山だけだったか、他は。あ、森とかか。なんやかんやで、あ、でもここはもう行けないよな。行けちゃったらおかしいもんね。最初のショーだから。だからまあまあ。これ一番上がないのが気になる。あれか。ちょ、待って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 。ここか、多分。ここの町行ってないから。ってことなのかな。気になっちゃうんですよね。なんか実生活とか生活あんまりもう気にしないようにするようになったんですけど、そこそこ年取って、昔本当に完璧主義で、ああ大丈夫ですね、なりましたね。本当に昔完璧主義で気になっちゃってて、全部を全部やって出まして、もうそうするとやっぱりね、疲れちゃうことが、疲れちゃうと。なので徐々にね、慣れてきて、もう不安定なことに慣れると、そういうことにしたんで、まあまあまあ、でもそっからやっぱりそこそこいろいろなこと良くなってきましたよね。いろんなことに手出せるようになって。あったよ、これ、ほら、ここよ、ここ。ここでしょ、北に抜けると。ウィード。で、1マスだけですね。ウィード、ウィード。もういいって。北に町があると。なんか、すぐ色違い出してくるな、これ。すぐ色違い出してくる。もうちょっとさ、他の敵、もうちょっとして回して色違いなのよ、普通は。すぐ色違い出してくる。ん？なんかいねえんだけど、わあ、かっこいいかっこいい。ザクスリー。魔法効かねえくなってる。効かねえくなってる。全然、もらえねえ。え？あ、ここ、いける、いける。あ、で、ここはもう、歩きだと。すんばらしい。おーい、ダブルできた。これ、ビット効くわ、これ。多分、ビット効く。効かねえ。ビット効かねえ。サイコミは効く。サイコミは効く。いや、効かねえ。ビットとサイコミは比例すんのかね。ビットが効かなかったら大体効かないみたいな。
然こいつうまくねえわ。いやこいつうまくないわ。待ちねえぞ待ち。あった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 。オッケーです。ダカール来ましたね。じゃあ次回ダカールの街を探索してまいります。